虫草は、大箱かクワガタ相続の一年層。従来の分類体系であるシニエングラー体系、クロンキスト体系では、クワガタ相続は、ゴマのハグサかに含められていた。茎は、株でまばらに分子し、車上して高さは10から20センチメートルになり、無毛か、まばらに繊毛が治療する。葉は、茎の株では耐性し、上部では固性する。葉心は高線形。 または強乱形で、長さ8から25ミリメートル、幅2から5ミリメートル、先端はやや鈍く、円には不明瞭な小数の巨子があるか、前円となり、中央に1本の太い葉脈がある。下期は4から5月、上部の溶液ごとに一毛をつける。花柄は長さ約1ミリメートルと短い。額は深く4列し、額列片は甲卵形で、 長さ4ミリメートルの養生となり、花より長く、先は鈍くあまり尖らない。果敢は、径2から3ミリメートルと小さく、基部まで4列し、白色で泡紅色を帯びる。雄髄は2個、髄髄は1個ある。果実は、果てとなり、平田球形で、長さ2から3ミリメートル、幅3から4ミリメートル、先端はやや凹む。種子は、平たい楕円型となる。 北海道を除く日本全土、北半球、オーストラリアに分布し、水田、湿った畑、川のそば、海岸に近い湿地などに生育する。ワミオウムシクサは、ムシクサの胃で、しばしば本種の脂肪に、ゾウムシの仲間が、虫絵を作り、果実のように大きくなるので、この名がある。タネショ,ミョウミオペギグリーナは、外来の、外国種のの意味。茎や果実に細かい毛が生えるものを、 ケムシクサベロニカペリグリーナ LF ザラペンシスキタグと分類することがある。この場合、無毛のものを競技のケナシムシクサ V ペリグリーナ LF ペリグリーナと分類されることがある。ありがとうございます。